一旦座ってもらっていいですか、サンクシャトリア猫の手さん、赤髪の方が、そう最近ね、また髪の毛染めたというか染めました。暑すぎて無理み。安幸ちゃん、健さん、いや、ともやくん、暑。ジンジン、明日から連休？連休なんだ。明日からずっと仕事だ、赤穂。撮影会、そう、撮影会があって、撮影会、よっ。メガネかけてたから、ここが。撮影会があるので皆さん来てください。撮影会4、5かな、埋まってて1、2、3が空いてます。もしよかったら会いに来てください。よいしょ。暑すぎる。なんか日に日にベジュリがくなってない？本当今日でもね、めっちゃメイクの調子が良き。あーすごい。朝倉さんの後ろに映ってた子よね。赤井さんの試合かな。そう、赤色担当なので多分そうです。水着じゃないです。水着じゃないんですけど、水着はやらない、撮影会の水着はやらないんだけど、そうあります。なりくん、ルーン、どうも。つったらミミこんばんは、ティームさんこんばんは、やすきやっほー。あ、ちょっとどこから読んでないかな。よし、この辺かな。つつ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 つ、いつもさんこんばんは。こまちゃん、あ、こまちゃん今からハンモック入ろうかどうか迷ってる。まだハンモックに、ハンモックじゃなかったね。選ばれたのは天井の一番上。リーチこんばんは。暑すぎて死にそうだ。今日ちょっと若干クーラーつけちゃったんだけど、みんなはどんな感じ？よし、もうクーラー早すぎる。でも今日外そんなに暑くはなかったかなって感じ。ちょっと今日買い物行ったんだけど、コナン見るか考え中。あー見たい、カホもまだ見てないです。コナン君全然見れなさそうだな。おお、今日暑かったよね、とっても暑かった。コナン君早く見たい。10年以上前から壊れてる。寒い時とか寒すぎるし、暑い時とか暑すぎない？ジローさん、明日か赤穂、明日撮影会ドン。映画館来たら走り始まった。マジタイミング。コナン好きだよ、ずっとネットフリでコナンくん見てました。タンプレこの前言ってたブランドの口紅のが大人っぽいので、あ、口紅っていうかさ、ね、ちょっと見せていい？どんなやつか。あのね、よく使ってるやつがあって、ちょっと一回ラジオ見てて、カバン取ってくる。暑い。なんでこんな暑いの？ハゲちゃう、ハゲはしないで。ちょっと、よいしょ。こっちはクーラーまだ早いかな。検索ヤッホー。
や、クーラーはちょっと早すぎた、さすがに。これこれ、わかる？口紅っていうか、なんていう、グロス？キロン。今日の美女焼き、今日の美女焼き あ、どのような、結構発色がいいやつがいいかな。ちょっと店員さんに言ってみてください、発色がいいやつ。ちなみにこれは何本あっても嬉しいです誕生日プレゼント、何本あっても嬉しいです。おねだりっていうのがホタル。そう、もうね、毎日使うのでほんとすぐなくなっちゃう。何本あっても嬉しいリップ、ジェルスチュアートのリップですね。グロスかな。ソーリさん、ヤッホー。有給取るの大事。それな。発色がいいやつ、そう。あと、ラメ入りは、ラメ入りは、嫌です。ラメ入りは嫌です。あ、待って、やばい。YouTube 上げないと。やばい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 。忘れてた。今日あげるって言ってたんだ。ラメ入りはね、なんか唇の皮がむけちゃって、そう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 、いつもさんありがとうルシアートのグロスジルシチュアート、え、ジルシチュアート、シチュアート、ジルシチュアート、もっくんこんばんは。え、っていうか大丈夫かな、ちょっともう一回見てみようかな YouTube。 ちょっと待って、今日はあげれるかな。よし、終わろうYouTube ちょっとあげるの忘れてましたわ、すいません。今何分？今日も15分、いや、ちょっと15分より早めに終わるかも。今何分？ヤッキーおつたるです。釣り吉さん、こんばんは。悲しい。気に入れ、そう、忘れてた、YouTube 上げるのアップロードに時間かかるの YouTube。 今何分ですか、てか何分だった、何分くらいでのかって10分くらいじゃあちょっと順位読んでお知らせだけして終わろうか。じゃあ終わる、ちょっと待てよ。13位トコンさん、12位ジローさん、11位検索、10位のボスさん、9位ユイチ、8位ピンクの服さん、7位まさみさん、6位、これなんて読むんだっけ、忘れちゃったこの漢字、なんちゃら坊主さん、5位安幸さん、4位くしゃとりやさん、3位ジジン、2位龍之介、1位渡辺さんです。はい、ですね、今時撮影会明日あります。まだ空いてるのでぜひお待ちしております。そして横浜キョンシーっていう舞台が、5月の28日から6月2日まであります。てかほの誕生日が6月1日なので、ぜひ皆さんお祝いしに舞台見に来てください。チケットまだありますので、ネギ坊主さん、ネギって読むんだ、初めて知った。それでは皆さん、今日はこの辺でお伝えします。じゃあまた。
お疲れ様でした。あと28日もアイドルのライブがあるので、そちらもぜひお願いします。お疲れ様です。 X フォローしてください。 X にいろいろ情報載ってます。お疲れ。3、2、1、バイバーイ。お疲れ。ありがとう、龍之介ちゃん。バイバーイ。